はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみちゃんねるのお時間でございます。今日は三国天部をやっていきたいと思います。三国天部なんですが、まず、最後に生放送の今月の生放送の告知をします。そして今日何やるかというと、お馬さんが、紫のお馬さんが結構いるので、そのお馬さんたちをちょっと合成できる限りしたいなと、してみたいなっていうのと、せっかく馬来ているので、この間で、あと霊人探索、こちらも開いているんですけど、こちらの方をやっていきたいと思います。なんか結構溜め込んだんで、目指せ天聖霊というわけではい、星の天聖霊欲しいので、これをやりたいなと思ってます。はい、はい、で今ワールドカップのなんか予想イベント来てるんですけど、これがなかなか面白くてですね、毎日なんか勝ち負けとか予想比率とか走行率とかかけていくんですけど、これが意外と面白くて、最初は三国天部関係ないじゃんと思ったんですけど、なかなか面白いです。シュートのさ、イベント来てたじゃん、なんかゴール決めるやつ、あれも面白かったし、なんかこういうのもみんなでチャットとかでどっち勝つんだろうねとか言い合えたりするので、なんか素敵なイベントだなってなんか思いましたね、こういうのは。はい、です。まず霊人探索をして、天聖霊をゲットしていきます。天聖霊をゲットしていきます。てかゲットできるか分かんないんだけども、お願い。うん、ゆひめが来ない。ゆひめ頼む。ひたすら開いていく。あ、でも地味に吉札とかもらえるんで嬉しいよね。原本ももらえるし、なんかいい流れが来ないぞこれは。あ、吉札来たけど、良くないぞこれは。あ、吉札2連続、あ、ありがたい。あー、まあでも全然、主君結構大変だからね。橙色の宝物出て、レア付きのさやつでなかなか出ないから、3大事。教科書な、教科書が一番悲しいかもしれん、結構あるから。教科書ばっかりじゃん。でもあと結構溜め込んでるから、あと13回もある。はい、怖いね。口札ありがとう。口札が結構溜まって、もう前回から全く使わずに来て、ずっと貯めてるんですけど、今多分605、あ、もう700ぐらいあるので、次回は門閣取りたいなと思ってて、なんで祝勇も、あ、来た天聖霊じゃん。なんかパッパッパって話しながらやってたけど、やっぱこうやってパッパッパって話しながら、あんま天聖霊欲しいって祈らずにやった方が当たるんだね。イエーイ、ゲットだぜ、嬉しい。いや、でもなかなか来ないよな。前回やった時1個ももらえなかった気がする、天聖で。あ、そう、それで祝勇が天命で必要なんで、祝勇が来たらまた天聖動画の撮りたいなと思っているんですけど。あ、終わった、やった、天聖で1個ゲットした、わーい、イエーイ。というわけで OK。 そしたら次、お馬さんなんですけど、今紫が 1,2,3,4,5,6,7,8 体いるんですよ。なんでこれを合成したい。でも同じのしか合成できないからさ。でもさ、意外と成長率ここで気にしても、あ、同じか。意外と気にしてもさ、結局合成してさ、前のより下がる可能性もあるから、そんな意味ない気がするかも。まずこれいってみようかな。いけ、結構使うよね。あ、多分これ何回やったらいけるんだろうね。これ61でしょ、64でしょ、64なりました。成長率さ、さっきさ 2.53 もあったのにさ 2.37 下がったから、あんまり最初合成するときに成長率気にしてもあんま意味ない。
かい諦めてみます。あ、69.7、あれ、え、間違えてなかったよね。うん、全然分かんなかった。次、なんでいいパーセンテージ 63.5 か。ぬぬぬ、63.9、 なかなかやな。実は倉庫にね、ルナのギフトボックスがあるから2個開いてみよう。あ、金の手綱、手綱なのかな、バゲットできるのか。はい、来た。これで赤、どうしようか。たらこれこう入ってきますねと。意外とこれ65。おお、60代には来たけどまだまだ遠いな、頑張らないと。で、結構意外と1回の紫の馬さんで1回で60のこの肥料使ってるから、これかなり育てていかないといけないな。頑張ろう。以上です。はい、頑張ってね、あの関戸馬とかゲットしていけるようにコツ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 頑張っていきたいと思います。というわけで、今月の生放送の告知なんですが、5月はもう終わった、6月の29日、9時からやっていきたいと思います。金曜日です。はい、この時もまた多分大馬さんとか増えてると思うので、大馬さんの合成したりとか、小生代をみんなと一緒にアップしたりとか、みんなが見守ってなんか自分でアップしたりとかしたいと思うので、よかったら遊びに来てください。はい、あと普通に三国志の話とかいろんな話しながら皆さんと一緒に盛り上がれたらなと思うので、ぜひ来てください。というわけで告知でした。今日のコーデです。今日のコーデは切り替えシャツにショーパン履いてます。はい、こんな感じです。でした。というわけで、よかったら YouTube のチャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。チャンネル登録していただける際には、チャンネル登録の隣にある鈴マークも一緒に押していただけると、私が動画を更新した時に皆さんのところに通知が行くのでよろしくお願いします。通知いらないよって方は鈴マークを押さずにチャンネル登録をポチリと押してあげてください。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またね。